愛と恋の違いより確かもっと知りたいのは、好きとか愛してるより君をもっと包み込める音。あだちゃまです、よろしくお願いします。右に4つ、左に2つ、2人で1つ。いい限りでも作らない、愛がない、そうじゃない、ポストを見れば分かる私の性格。たまたま前の郵便物の上、今日は先に待っててくれる君へ、伝えきれない愛が待って、使い古した好きで渡すから、いつか何も残らないのかな。それだったら愛と恋の違いなんて初めからなしにしよう。面倒くさがり、私は君の欲しがるものを分かってるのに、そんなの無駄だとか思っちゃう。なんかちょっと雑たい時もあるし、今更なんで恥ずかしい日もある。好きは伝えるし、やっとこも見つけれるし、朝起きたら朝より君の寝顔にいつもするし、恋が欲しいなら物をあげるし、愛を縛りは君じゃなかったんだ、飽きられるのが怖いのは私だ。君が欲しいものはずっとより今日も君への愛を。ありがとう。
ありがとう。夏が終わってて秋が来てもう減ってる間に冬が来るんやろうなって思う季節になって、なんか私は冬になったらまた年を取るというか年取るなんか大人になるんやなっていう実感がすごいなんか感じるんです。それと同時になんか制服着てなんか帰ってた昔の自分がなんかすごい鮮明に思い出せるようになって、なんか勝手に頭の中に出てきて、なんか今好きなことやってんのになんかそういう前の自分の方が輝いて見えたりして、なんか好きなものをしてるからこそ自信なくす日やったり、なんか悔しい思いする日がなんかすごい心に来て、なんか全部嫌になって、なんか好きなことをやってんのになって余計なんか嫌になって、でも今私はもう進むしかないと思ってるんで、でもそんな風に考える時が前にあって、その時に作った曲今聴いたらなんかもうしんどかったやなって思う時もあるんですけど、なんかそういう曲を愛せるようになるまでもっともっとなんか成長して音楽していきたいなと思ってます。そんな時の曲を37度主人公、勇敢な僕、言葉を飾った虫が
たかった。ああまた一人見失う。とりあえず行ってみた。大丈夫どうしたの。適当に吐いた言葉が優しさか。ああわかんないな。悔しい気持ちになって、私にとっては大事な人なのに、それを伝えきれてないかな。なんか自分が情けないなって思って、なんか悔しくなります。Thank you.
ありがとう。食べてちょっとゆっくりしてたらめっちゃ遅刻して、ここなんかもうやばっと思って、そんな日やってずっと、でもなんか今日ライブあってよかったなと思って、めちゃめちゃもう意味わからん、なんかちょっとした良くないこと続いてなんかやらかすみたいな、最終的になんかそんな日あれじゃないですか。こうやって今日はステージに立って歌ってるけど、いつもはバイトして、朝起きてバイトして帰って練習してご飯食べて寝てみたいな、そんなほんまに変わり映えのない毎日を送ってて、それでもこのライブハウスっていう空間は同じものってほんまにないと思ってて、同じ曲を歌っても感じ取れたものとか伝えられるもんって多分というか絶対違くて、なんか立っててよかったなって思います。こういうこの日のためにいつもなんかしょうもない毎日をかなって思うんですけど、こういう日があるからこそなんか毎日生きれてます。次で最後の曲になるんですけど、いつもあんま告知とかしないんですけど、私今度二十歳になるんです。二十歳になって初めて CD を出すことになって、リリース自主企画をミューズボックスという箱でやらせてもらうことが決まって、大好きな音楽をする人たち、なんか助けられた音を鳴らしてる人たちに声かけてさせてもらって、快く受けてもらえて、なんかすごい大事な日になるんで、なるというかするんで、よかったら今日からチケット販売してるので物販寄って帰っていってください。今日はありがとうございました。ラチアナでした。することさえできなくて、名前
開けた右手で握ったシャーペン、これで何を書こうか。ギターとあーそれと失敗になるくらいに軽くなったんだ、僕を背負い込んで誰が出した、逃げたくないと答えを見つけそうで